さあでは続いては野花和太鼓の皆さんの登場です。野花和太鼓は小矢部市野花地区を拠点に活動をしています。毎年9月に行われる野花八幡宮の秋の例祭でおみこしの巡業とともに太神楽太鼓を打ち鳴らしています。ゆい2011バージョン、これは昔ながらの助け合いや皆さんとの結びつきを表現した曲なんですが、今年は2011バージョンということで尺八をフューチャーしまして、同じ曲を毎年進化させている、そういう姿を見せようということで。
ション、そしてダンダンダンお聴きいただきました。本当に弾んでいましたね。ありがとうございました。この野花縄太鼓の皆さんなんですが、野花太鼓保存会、今年で結成15周年となりました。それを記念いたしまして、6月26日日曜日午後2時から同じくこちらの会場にて記念コンサートを開催することになりました。チケットは5月より発売ということですので、ぜひ皆さんそちらの記念コンサートにも足をお運びいただきたいと思います。